はいみなさんこんにちは、えー、ただいまりエコノミスト森田隆二の経済会計キーワード解説、えー、第8回目の講義を開始いたしますよろしくお願いいたしますはい、えー、本日ですね第8回目ということになりますけれども、えー、画面の方を切り替えていきますが、えー、第8回目ということでありまして本日のテーマはですね当期純利益という言葉になります でまあ、なぜです、ね、私がこの当期純利益という言葉を選んだのかといいますとです、ねえーまあ、先日なんですけどね、えー、新聞で、まあ、こういう記事があったんですね2019年の3月期なんですけど上場企業がですね、まあ、3期ぶりにですね純利益が減ってしまうというね、えー、そういったあ、まあ、記事がありましてですね まあの予測ではですね3期連続のまあ過去最高益を更新するんではないのかというふうに言われてたんですけど見通しではですねまあそれが一転して減益ということになっちゃいましてですねまあ原因は何かということとまあそれからまあそもそも当期純利益とは何かなということをですねまあ本日お話しできたらなというふうに思っております。 でまあ、原因なんですけどね、やっぱりこれなんですね、えー、私の、まあ、今までのです、ね、経済会計、時事解説、ないしは経済会計、キーワード解説でもです、ね、まあ、結構、うん、述める場面があったかなというふうに思いますけど、米中貿易摩擦ということで、まあ、要はアメリカと中国が今、けんかしちゃってるということでありましてです、ね、まあ、その悪影響が結構、世界経済に出てきてるということなんですよね。 まああのアメリカと中国というのはもう世界の大国ですからね、まあ、二強ですからね、まあ、そこがドンパチやっちゃうとですねどうしても世界経済に悪影響が出てくると先行きが不安になってしまうということで,、まあですね、その悪影響が、ね、出てきちゃっているということですねで、まあ、過方修正額後で述べますけど一兆三千億円ということになるんですけども、まあ、そのうちのです、ね、6000億円、まあ、過方修正額はですね、まあ、これだけ利益出るよというふうに言ってたんですけど過方修正ということで1兆 3000億円減ってしまったわけなんですけども、まあ、そのうちの6000億円がです、ね、自動車それから自動車部品ですね、えー、そこで下、えー、方修正と、えー、トヨタ自動車なんか 4, 約4000億円の下、ねえーまあ、方修正ということでありましてです、ねまあ、相当のです、ね、悪影響があ、まあ、自動車 なしはその部品ですねメーカー自動車部品メーカーに出てきてるとあるいは電気なんかもそうでありまして、まあ、電気は3000億円ですかね、まあ、電気なんかはやっぱりスマホ関連ですねスマホ関連がまあ調子よく悪くなってしまうということで、うん、3000億円の下方修正ということでありました。 で一方で、これもあるんですね物流費などのコスト上昇ということでありまして、まあ、例えば日清食品なんかが顕著だったんですけども、まあ、4月から 12, 12月までのです、ねえー、まあ決算で考えあの期間で考えますとです、ね、10%も減益してしまってんです、ね、物流費が上がってますからね、まあ、あのそれによって減益というのもあると。 さまざ、あ、まな理由で、まあ、特にこの2つなんですけども、えーまあ、大きな影響を及ぼして減益ということになってしまったんですね。 で2019年3月期の予測なんですけども予想予測なんですけども当期純利益の総額ですね、えーまあ、日本の上場企業の当期純利益の総額なんですけど29兆円に上るであろうと下方修正額が1.3兆円と、まあ、自動車電気が、まあ、顕著でありましてですね、まあ、自動車が約6,000億円の下方修正電気が約3,000億円の下方修正ということでありまして、まあ、約1兆円がですね自動車電機関連なんです ですからまあ非常にです、ねえー、まあ結構、ね、悪影響が出,て出ちゃっているとただ、ね、明るいニュースも一方ではあるということでありましてしかし一方でというふうに書いておきましたけれども4社2社が最高益の見通しとということであります、まあ、例えばその顕著な例がです、ね、例えばソニーなんですね。 まあソニーなんかはやっぱりスマホ関連では落としてるわけなんですけどもゲームとかあるいはですねそうですねあの音楽関係、えー、まあそちらではですね結構稼いじゃっててですね、えー、利益が七十パーセントもですね前期比で上がるというふうな予測が出ているんですよねあるいは同じく電気関係でいうと村田製作所ですねスマホ関連でやっぱり落ちます、えー、アメリカと中国がこれだけドンパチやっちゃうとですねスマホ関連の需要っていうのは落ち込むということでありまして村田製作所スマホ関連では落ち込む でおりますけれども、まあ、しかしながら、えー、また違ったビジネス、まあ、つまり自動車関連のビジネスなんかも進めておりましてそちらの方でかなり上げているということで、えー、まあ44%も前年比に比べて利益が出るだろうということでありまして、まあ、4社に1社は最高益ということでまあいいニュースもあるということですね。ではそもそもですね利益とは何でしょうかというところから入っていきましょうかね。 えー、私作っておきましたけど損益計算書ですね PL ですね利益っていうのはこういうふうに計算されるんですね。 1>, えーまあ、1年間の,あ,のある一定期間ですねある一定期間例えば1年とかあるいは3か月とかで一定期間を捉られますけど例えばある一定期間1年間でどれだけ収益が上がってですねどれだけの費用がかかってですね、えー、ビジネスをしたんですかとでその差額がですね実は利益になるんですよということなんですよね。でこの利益というのは、まあ、経営成績、えー、ないしはあ、まあ、この損益計算書というのはね経営成績を明らかにして ないしは投資の成果を明らかにしているものであるというふうに捉えられているのがこの損益計算書なんですねで利益の計算というのは収益から費用を差し引いたものであると収益が100であれば費用が使用益が例えば100であると費用が例えば70であるとするならばその差額が利益ということで利益が30というふうになるわけですね。 例えば収益のですね具体例が売上げになるわけですね、で費用の具体例が売上げ原価であるだとか、給料というふうにいうようなものなんですね。 でまあこの収益と費用の差額が利益になるわけなんですけど、まあ、高度経済成長期なんかはですねこの収益の部分ですねどん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 上がってたわけなんですけどもなかなか最近のですね状況っていうのは、うん、少子高齢化で国内のマーケットが縮小してきておりますからなかなか収益売上げが上がっていかないような状況なんですね国内のマーケットで考えると。ですから多くの企業は、まあ、例えば自動車なんかは顕著なんですけども海外で売っていこうっていうことで、まあ、海外売上高比率を比率 非常に伸ばしておりますね私がかつていた、まあ、メーカーいすゞ自動車という、まあ、トラックのメーカーなんですけど、まあ、6割ないしは6割5分は、ね、海外で売っ払ってますよつまり海外売上高比率は6割ということになるわけなんですけども、まあ、海外でやっていかないとですねなかなかこう国内のマーケット縮小してますから利益がその分小さくなっちゃうということで海外に今大企業は目を向けてるわけですねで自動車以外でも先ほど申し上げた例えば村田製作所なんかは売りあの海外売上高比率9割 9割以上ですよあるいは TDK であるだとか、えー、マブチモーターだとかあ,あとそうですね、うん、ヤマハ発動機とかその辺りの企業ですかそういったところは9割以上が外国で売ってるということですからやっぱり国内のマーケットっていうのは高度成長期と比べるとですねそのあの時の状況と比べるとですねもう本当に結構売れない時代になっちゃっておりますからねですからこの収益売り上げを伸ばしていくっていうのはもう海外でやるしかないということでありまして、まあ、もちろん介護とかねそういうまあ ヘルスケアのビジネスなんか少子高齢化のこの時代なんかでも国内のマーケットを拡張しているのかもしれませんが、まあ、うんそういった業界というのはそう多くはないと、えー、多くの業界はやっぱり海外に、ねえー、海外で展開しないと厳しいということなんですよね。ですからまあ利益を増やすということはですね収益を増やすということがまあ一つの、ねえーまあ、利,益利益を増やす、ねえー、その手法であると。 あるいは利益を増やすということはね。費用を削減するっていうことでもいいですよね。ですから、まあ最近はですね。もう費用をもう本当にカットするというね。えー、ま、そういったことが見られるわけですよね。だから私なんかも。サラリーマン時代はですね。コストリダクションということで、コスト削減というね。えー、ことをもう頻繁にサラリーマン時代は？ えーまあ、言っててまましたし聞いておりましたた聞いおりそれはそれほど売上げっていうのはどん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 高度経済成長期の時に比べて増えていくのかって増えていかないんですよじゃあどういうふうに利益を確保していくのかって言うとコストをリダクションしてカットしてですね利益を確保するっていうことがやっぱり手っ取り早やというか求められてるということでそのコストをね下げてっていうのがやっぱり企業の中ではね、えー、非常にこう重視されておりますよね。 でですすす。からまあ利益を増やとということは2つあるわけです収益を拡大するということと費用を減らすということですねこの2つ収益を増やす費用を減らすどちらかをやることによってあるいは両方やることによって利益がどん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 増えていくんですよということになりますね。 えーまあ、以上があ利益という概念なんですけども実はその損益計算書ですね、まあ、トヨタ自動車でもいす自動車でも村田製作所でもいいんですけども、えー、上場企業のですね、えー、損益計算書を見てみますとこんなざっくりとしてないんですよ。 収益から費用を引いて利益とこんなざっくりとしてませんでね、えー、非常に結構まあ、うん、どっちかというと複雑な、ね、損益計算書になってるんですねそれをちょっと本日ね、まあ、簡単にご紹介してさまざまな利益が出てくるんですよさまざまな利益が出てくるんですけどもそのさまざまな利益全てね意味があって非常に重要なんですねなのでちょっと簡単にね解説できたらなと思っております まずですね。様々な利益ということでまあ、上場企業のですね。損益計算書まあ、プロフィットロスステートメントなんで pl っていう風うに言ったりするんですけども、pl をまあざっくりとですね。えー、ま、簡単に表現するとこんな形になるんですね。まず売上高というのがあるんですね。それから売上減価っていうのがあって、売上高から売上減価を引き算します。そうすると売上総利益というのが計算されまして、これがいわゆる粗利という風に言われるものなんですね。売上高から。 売上原価を差し引いて売上総利益、これが粗利というふうに言われます。で、この売上総利益からですね。販売費及び一般管理費というのを差し引いて営業利益っていうのが出るんですね。で、販売費及び一般管理費っていうのは例えば何かってと後で述べますけど。例えば広告宣伝費だとか一般管理費で言うと、例えば管理部門。私は財務部門に言いましたけども、財務部門の人件費だとか、それが一般管理費の具体例ですね。 でこの販売費を一般管理費販管費っていうふうに言ったりしますけどこの販管費を差し引きしましてですね引き算しまして営業利益が出てくるんですね。でこの営業利益ないしは売上げまあこの営業利益ですねこの営業利益っていうのは営業活動からですね得られた利益なんだなということでここまでの計算のことを、まあ、営業活動の計算営業活動の損益状況を計算しているということで営業損益計算っていうふうにここまでの計算をね言ったりするんですね。 営業というのはまあ要は、えー、本業本業のことを指しますけれども、本業でどれだけ稼いだのってそれが現れているのが営業利益なんですね。これからまたちょっとね、えー、少し詳しく見ていきますけどね。 で営業利益が計算さされましたたら今度、ね、財務活動を反映せ利益っていうのは本業の、まあ、経済活動によってどれだけ稼いだのかっていうことですねでここには財務活動の成果が入っておりません財務活動の成果も入れた利益をじゃあ計算しましょうかっていうのが、えー、ここの経常損益計算の区分でやってる計算であって財務活動なんかが入り込んでるつまり営業外収益っていうのは財務活動から得られた収益なんです。 えー、営業外費用っていうのは財務活動で発生している費用なんですねで。この営業外収益と営業外費用、えー、これを差し引きしまして加算減算しまして、えー、営業利益からね、営業利益に、えー、営業外収益営業外費用を加算減算しまして経常利益を出すんだなってことですね。ですから営業利益っていうのは本業の利益であると、で経常利益っていうのは財務活動まで含めたですね利益になってくるということですね。また後でちょっと見ますけどね。 で、それからですね。あのー、まあ、その他の活動事象。 えー、そういうのを反映させた利益っていうのがまた2つありまして税引き前の、えー、当期純利益とそれから当期純利益っていうのがありまして特別利益特別損失っていうのを加算減算するんですね経常利益にね。で特別利益特別損失って何ですかっていうと特別利益っていうのは例えば、うん、使ってない土地とか企業ってあるんですけどもその使ってない企業使,使ってない土地ですね使ってない土地を売却して儲かりましたよと、ね、使ってない土地、えー、買った時が例えば1億円ですよとね。買った 時は1億円だったんだけど使ってない土地を売りましたとその使ってない土地を,ちょ土地を売りましたと、ね、10億円で売れましたと9億円儲かってるじゃないですかこれが、まあ、土地の売却益ということで特別利益に計上されるんですね。いいですかね特別なな利益んんですよあの本業者ありませんから ね、土地を売るのが本業のそういったあの会社はえあ土地を売ったその収益なんかはあの売上高に参入されますけど、まあ、例えばトヨタ自動車がですね、えー、使ってない土地を売却して9億円儲かったならばそれは本業じゃなく稼いでると特別なことで稼いでるということで特別利益にカウントされるんですね。あるいは えー、特別損失ですね特特別損失特別損損失というのはまあ例えばそうです、ねえー、リストラなんかでコストが新たに発生したと、ねえー、例えばあなあの何万人のリストラを行ってですねやっぱコストが追加で発生するわけですよ、えー、退職金をですね、えー、ちょっと多めに払ったりだとかそういうのをねするとですね追加でコストがかなり発生するわけなんですけどもおまあそのそういうねリストラなんかで発生したコストなんか特別損失というふうに言いまして、まあ、こういうの 純利益それから法人税等というふうに書いてありますけど法人税とか住民税とか事業税とかですねそういう法人税等それを引いて。 で法人税等調整額ということで、まあ、ここで調整してですね最終的には税引き後のですね当期純利益を出すんだということで、まあ、これがざっくりとした流れになりますけどもそれぞれ利益にはでですすねね意味があるんです、ねえー、その意味をきっちりとねやっぱり、まあ、例えば投資をするだとかあるいは資格試験でも、えー、当期純利益とか営業利益とか概念とても大切になりますから、えーまあ、例えば我が不動産私は不動産鑑定試験の、まあ、講師をしておりますんで、えー、我が不動産鑑定試験で というとですね、やっぱり収益とかあの費用それからその差額の利益っていう概念はやっぱり試験なんかでも問われますんでいろんな資格試験でもですねこの利益の概念っていうのは問われますんで、えー、まあ投資をする方ももちろん利益の概念しっかりと押さえてないと投資でやけどしますし一方でまあ資格試験なんか考えている方もやっぱりこの利益の概念ですねしっかりと押さえておかないとやっぱりね点数が伸びてこないということになるかと思いますんで是非ともしっかりとですね押さえていただきたいかなと思いますね。 ででは少しすすねね掘り下げていきま利益の概念ということで売上総利益ですねここをちょっと見ていきますが、まあ、先ほど申し上げましたけど売上総利益というのは粗利益というふうに一般的には言われたりしますけど、まあ、あの損益計算書 PL ですねそちらに載ってる言葉で言うとあ,利益あの売上総利益というふうに言うんですね一般的には粗利益というふうに言ったりしますけどね。 で先ほど確認いたしましたように売上高から売上原価を差し引いたものであるということでありまして、えーまあ、製品とか商品の販売そのものからどれだけ儲かったのかなっていうのをこの売上総利益は、えー、表してるんですね。 でここで「製品」とか「商品」っていうふうにこれ書いておきましたけども「製品」とか「商品」という言葉ですね一応会計画ではねこれ分けてるんですよ。あのまあ、例えば鑑定試験だとかそういうね資格試験をお考えの方なんか、まああのしっかりと区別できるようにしなければいけないんですけども例えば製品も商品もざっくりと言えば売り物なんですよ。製品も商品もざっくりとし,てはざっくりとした捉え方をすると売り物なんですけども製品っていうのは自分で作った売り物なんですよ。 自分で作ると例えば自動車メーカーなんかは自分で車を作ってるわけですよ、まあ、部品は買ってきたりしますけども自分で加工し組み立てて車を作って売っ払うということですねだから自分で作ってる自分で作ってる売り物のことを製品っていうふうに言うんですね一方で、えー、売り物は売り物なんだけど買ってきてそれを売っ払うっていう場合の売り物の場合売り物はこれ商品っていうふうに言うんですね例えばお花を売ってるフラワーショップがお花買ってくると でお花を売ると、ね、お花はこれ商品なんですね、買ってきてるものですから、一応会計学では商品と製品分けてるということで、まああのー、そんなのもちょっとついでに押さえておくといいのかなというふうに思いますけども、えー、製品、商品の販売そのものからの儲け、これが売上総利益ということでありまして。 えーまあ、売売上上高はいいいいかなという,ふうに思いますす価ですね、えー、ちょっと簡単に説明させていただきますと、えー、原材料費だったり、まあ、仕入れ費用だったり生産部門の人件費ですねだから先ほどだったら自動車を作ってる方々の自動車を加工してる方々自動車を組み立ててる方々の人件費これ売上原価に入ってきますあるいは研究開発費ですねこういうのも、えー、このね売上原価に入ってくるということですね。 でこの売上総利益を見る際にですね売上高はでかい方がいいですし売上原価は小さい方がいいですよね。ですから、この売上原価がですね例えば同業他社に比べて非常に売上原価が大きい場合はこれはちょっとねコストリダクションがうまくいってないコスト削減がうまくいってないということになりますよねね、えー、同業他社、ね、例えば日産とホンダね。 利鈴自動車と日野自動車、まあ、例えばこうねライバルがいるわけじゃないですか売上げ減価で比べてですねなんか売上げ減価がですねこっちの方がやたら高いなというと、まあ、売上あのコスト競争力コスト削減がうまくなされてないっていうふうに解釈することもできるのかなとただね一方でねこれなんです。 重要ななとここころはここなんですけど研究開発費をいっぱいですねかけてる企業ね研究開発費をいっぱいねかけて売上げ価が大きくなっちゃってるならばですねその企業はね、えー、売上総利益は小さくなっちゃってますけども有望かもしれないというふうにも一方で捉えた方がいいんですよ。ね あの研究開発費っってて何かなないうと、まあ、要は将来の投資なんですよね研究開発費をいっぱい、ね、計上しとかないと研究開発をしとかないと今はいいかもしれないけど5年後10年後企業の新しい商品製品っていう観点で言うと弱くなっちゃうんですよ。どん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 競争が激しくて新しいいいものが世の中で求められるんです。研究開発してないと、えー、将来のニーズを満たすものが生み出せない企業になっちゃうんですよ。 ですから研究開発費っていうののは将来の投資なんですよねで、まあ、その売上げ原価っていうのは研究開発費が入ってますから売上げ原価がでかいとですねなんだかコスト削減がうまくいってないんじゃないかなこの企業というふうに思っちゃいますけど売上げ原価の内訳もやっぱり見る必要があって研究開発費でですね売上げ原価が膨らんでいるのであれば逆に言えばね え将来有望の可能性もあるんですよねだから一概にこの売上総利益がですねなんかこう他の企業に比べたら小さいなというふうにね、えー、思ってじゃあこの企業使えないのかというとそうでない場合もあるんですよ売上原価の内訳を見てですね研究開発費が膨大ね他の企業よりもかかってるのであれば研究開発を他の企業よりもやってるということに数字上はなるわけであって将来有望な可能性もあるわけですよねですからあーまあ数字ですねただ単に売上総利益を見るのではなくてですね売上 変化の打ち明けまでもね、やっぱりこう確認する必要があるのかなということですよね。で、えー、今度その次の営業利益になりますけどね、営業利益というのはあ売上総利益ですね、売上高から売上原価を引いた営売上総利益からですね、販売費および一般管理費、販管費ですね、これを差し引きしたものであると。あ、ごめんなさい、えー。売上総利益からうんと引いたものであると販管費をね。 で営業活動のこれが成果になってきますね本業営業活動の成果になってくるということでまあ、要は本業での実力を示す一つの尺度なんですね本業でどれだけ儲かったのかっていうことなんですね まあ先ほどもちょっと触れましたけど経常利益とか当期純利益っていうね、えー、そういった利益もあるわけなんですけども私はねまずね着目するのはね、営業利益なんですよ営業利益っていうのはまさに本業の利益であって経常利益とか当期純利益もやっぱり大切なんですけども私はまず営業利益を見るんですね。でなんでかっていうとここでもあの見ましたけども本業の儲けなんですよ。 営業活動の成果なんですよ本業でどれだけ成果を出したのかっていうのが営業利益なんでこここにまず着目すするべきなんですねでこれどういうことかというと先ほどの経常利益であればね例えば売買目的で持っているです、ね、有価証券の売却益なんかもねあの経常利益に入ってくるわけですよ、ね。売買目的で有価証券を持ってますと、ね、それでものすごくなんか株,が株価が上がっちゃってて儲かりましたと。 その売却益がですね、経常利益には入り込むんですよ。本業じゃないじゃないですか。本業じゃないものも経常利益に入ってくるわけですね。だから経常利益の数字が良かったとしても、本業じゃない数字も入ってくるんで、やっぱり本業って大切なんですよね。やっぱりこの本業がちゃんとしてるかどうかっていうのが、今後企業がちゃんと生き残れるかどうか、えー、この厳しいですね、えー、競争社会、資本主義市場経済を勝ち抜けるのかどうかっていうのがとても大切なになる、それが、 営業力本業力本だと思うんですよねでその本業でどれだけ頑張ってるのかが営業利益に表れてくるわけですから私は営業利益はやっぱりね一番注目するべきだとは思ってるんですよねだから私が就職するんだったらやっぱり営業利益をきちんと確認してで営業利益がきちんとね出てる企業そういったところにまあ就職したいなと私がねもし大学、まあ、4年生でね就職活動してるんだったらやっぱり営業利益にまずね利益で言うと着目しますよね本業でやっっぱり勝って,るっているとうことが やっぱりだからそれねさっきの売買目的の有価証券のそのね、えー、売買目的有価証券っていうふうに会計学上は言うんですけどもそれの売却益が入ったりだとかあるいは臨時の、ねえー、例えば損益これも入り込むんですよ例えば冬季純利益だったら、ね、あの余ってる土地を売ってですねそれでも多かったそれ冬季純利益に入りますよ。 営業利益にはそんな、ね、土地の売却益ななんんてて入ってきませんよなので、えー、本業でどれだけ稼いでるのかっていうのが営業利益に表れますんでそこをやっぱりねあの投資家の方だったら見る必要あるのかなと思いますね。 で、まあ、あの販売費及び一般管理費ということですから販売費って例えば広告宣伝費ですね、えー、商品を売るのに、まあ、例えば CM を使うとその宣伝費用と、えー、あるいは販売促進費とかね営業部門の人件費あるいは店舗の家賃とかこういうの販売費ですねで一方で一般管理費は管理部門の人件費ですね私だったら財務部門にいましたんで財務部門の人件費っていうのが一般管理費のところにぶち込まれると。 であるいは本社の家賃とかこういうのが一般管理費になってくるわけですね。でこれが営業利益と 一方で経常利益なんですけども経常利益っていうのは営業利益に先ほど計算した営業利益にですね持ち分法投資損益それから営業外損益これをね足し合わせたものであるということでちょっとまず難しい持ち分法投資損益ですねこれちょっとあのその次に説明しますけどこの経常利益っていうのは、まあ、ざっくりと言って財務活動などの成果も含めた利益なんですね財務活動などの成果、まあ、例えばですね。 あの金利の収入とかね配当金の収入なんかもあるわけですよね例えば会社っていうのはですねいろんな会社の例えばトヨタ自動車なんかは、えー、いろんな会社の株を持ってたりするんですよ売買目的有価証券というふうに言うんですけども、えー、いろんな会社の株を持ってたりするとで、えーまあ、その配当金もらったりしますよね株持ってればその配当金なんもらった配当金なんかはここです営業,外し営業外損益のプラスとしてカウントされるんですね。 あるいは今あんまり金利の収入っていうのは高くないですけど、えーまあ、銀行にお金を預けててものすごい金額を預けてればやっぱり利息の収入っていうのはありますよね、えー、これ受取利息っていうふうに言いますけど営業外損益のプラスの項目になるわけですよですからその本業以外で、まあ、財務活動でどれだけ儲かったのっていうのが営業外損益ですね、えー、損失の場合もありますよね お金を借りてくるお金を借りてくるビジネスをするためにお金が必要だからお金を借りてくる金利を払います支払い利息というふうに言いますけどこれ営業外損益のマイナスになります営業外費用ということなんですけどねですからまあその財務活動のそのね財務活動で発生した収益費用を合算して営業外損益というふうに言うんですけども、まあ、その営業外損益これが営業利益に加,あの加わるというお話ですね。 で持ち分法投資損益ってちょっと難しいですけど書いておきました関連会社の利益と損失を親会社の出資比率に応じて合計したものということでありまして、まあ、例えば三菱 UFJ フィナンシャルグループというまあ超メガバンクがありますけども。 あの三菱 UFJ はですねリーマン・ショックのあのたりにですね、えー、モルガン・スタンレーに出資してるんですね約25%モルガン・スタンレーに出資してるんですよで,あのですから三菱 UFJ の関連会社というふうにモルガン・スタンレーは位置づけられましてでモルガン・スタンレーに25%約25%出資してるってことはこの,投資あの、えー、持ち文法投資損益の考え方で言いますとねあのモルガン・スタンレーが例えば100の利益を 出したならば、25%三菱 UFJ が出資してますから、100のうちの25ね、持ち分布を投資損益として三菱 UFJ の利益にね、えー、加わってくるってことですね。ですかね。だから25%出資してんだったら、モルガンスタンレーの利益のうち25%を三菱 UFJ の利益に加わあのカウあのプラスのカウえー、加えられるということですね。 ですからその営業利益であの利益がまず計算されますけども、えー、だからその三菱 UFJ は例えばあモルガン・スタンレーに約25%出資してますからモルガン・スタンレーの利益のうちの25%をこの持ち分布投資損益ということで、えー、プラスでね、えー、さらに、えー、この営業利益にプラスされるっていうことですね。 えー、営業外損益っていうのは先ほど申し上げましたように受け取り利息、まあ、銀行にお金預けてれば、まあ、受け取り利息っていうのがありますし、えー、株持ってれば受け取り配当金っていうのがありますし、えー、お金借りたら支払い利息っていうね、えーまあ、利息の支払いっていうのも出てきますしあるいは売買目的有価証券っていうふうに専門的には言うんですけども売買することが目的で持ってる有価証券株とか債券ですねこれの売却益だとか売却損ですねこういうのも営業外損益に に加わってくるわけですねあるいは評価域評価損ですねこれも加わってきますだから評価域 評価損、これはいいですかね評価益っていうのは売ってないんですけども例えば値上がりしましたと、ね、売ってません、ねえー、売ってないというかまず買いますよね、えー、売買目的有価証券買ってきますと、ね、買ってきたんだけど、ねえー、100円で買いましたと、ね、160円になりましたと60円値上がりしましたこの60円の値上がりを儲けとして計上しちゃうとこれが評価益です。売買目的有価価価証券は評評益益益を計上すすするるんんででで、よ。ですから、その60ののが営業外損益のところに組み込まれるんで株 株価が上がってるときなんかは、ですね売買目的有価証券持ってる企業なんかはねいっぱい持ってる企業なんかは営業外収益がごっそりプラスになってですね経常利益を押し上げるということになるわけなんですよね。一方で今回のようにですね、まあ、株が2万3000円からだいぶ下がっちゃったということになりますとですね、えー、株式のね売買目的有価証券の評価損がね発生するんですよ。だからトヨタ自動車の6000円の、あのー、今回のね下方修正過方修正額は6000億円だったわけなんですけども。 利益がこれぐらい出るよって言ったら言っったたらてんんであごめんなさい 6, 億億円円じゃないいですか利益がこれぐらい出るよっていうふうに言ってたんですけど4,000億円の下方修正トヨタ自動車はしましたけどもその4,000億円の下方修正の結構多くがですねこの売買目的優化証券の評価損ですよですから、まあ、一時的なものっていうふうに考えてもいいのかなっていうふうに思いますよね。 だからトヨタ自動車の例えば私、トヨタ自動車は別に株持ってませんからそんなに見てないんですけどもあの株主の方だったらですね営業利益でどれぐらい出てるのかなと経常利益でどうなるのかなというねそこのところがやっぱり大切ですよね。本業でどれだけ買ってるのかと今苦戦してますよ自動車は、ね、中国とアメリカがあんなことになっちゃってますからで中国っていうのはやっぱり3000万台の、ね、年間の自動車の販売台数なんですよ。 ですから、まあ、そこであの10%取っただけでもです、ねえー、300万台ですからね日本なんて700万台とか600万台ぐらいですよ、今だったら多分なので、あのーまあ、景気が悪い時だったら500万台とかねそれ切っちゃう場合もありますよねですから日本のマーケットなんかはどんだけ頑張ったとしても5600万台、えー、場合によっては700。 えー、だけども中国だったら10%取っても300ですからね300万台いっちゃいますんでやっぱり中国っていうのは非常に,でに日本の自動車メーカーからしたら魅力的なマーケットあるいはそこで頑張らなければいけないマーケットになってくるわけなんですよねですから中国経済が減速してしまうとアメリカがドンパチやって中国経済が減速してしまいますとですねやっぱり自動車メーカーなんか非常に厳しいと、えー、あるいはスマホ関連の電気の企業なんかも非常に厳しいというふうになるわけなんですよね。で、えー、まああのー あのトヨタに関しては、ね、今回は結構、ねえー、売買目的有価証券の評価損なんかが結構多くてです、ね、経常利益を押し下げているということが、まあ、新聞なんかでは書かれておりましたけどねなので、まあ、営業利益と、えー、それから経常利益ということでありましてあの経常利益のほうにはです、ね、本業以外で儲かった財務活動で儲かった株式の売却益だとか株式の評価益だとか評価損だとかそういうのも入り込んでるんですよ。よ 以外のものも形状利益には入り込んでんですよね。で、あのね、形状利益って昔はね、非常に重視されてたんですよ。で、どうしてかって言うと、あの昔は間接金融という風うに言いまして、銀行からの借り入れがあまあ中心だったんですね。今は結構マーケットであのお金を調達しちゃいますけども、結構銀行から借りて,って っていうのが多かったんですよ。で、お金借りるってことは利息払いますからね。ですからこのまあ支払い利息っていうのが発生するわけで、で、支払い利息っていうのはこの営業外損益にカウントされますから、下、まあ、がって経常利益に反映されるってことで、まあ結構なまあ投資家の方々あるいは企業の実務の担当者も経常利益っていうのは注目してたわけですよ。だから私財務部門にいた時よくケツネケツネってその経理部とか財務部門の方々は言うんですけども、あのやっぱり経常利益って注目されてる数字だなとは思いましたけど。 けれども、まあ、今はむしろね、その間接金融では、あんまりなくなってきてるということですし。あと、やっぱり超低金利ですよね、ゼロ金利ですよね。ですから、非常に、まあ、お金借りたとしても、金利の支払いっていうのが少ないですから。あんまり、経常利益のね、まあ、その意義っていうのが、なくなってきてるのかなとは思いますよね。ただね、ただ、連結決算で見た場合っていうことになるわけなんですけど、この文字文法投資損益ね。例えば、さっきのモルガンスタンレーの話の、話なんですけども。モルガンが稼いだですね、利益の一部が、自分の利益。 になるっていうことなんですけど、それは経常利益で現れますんで、やっぱり経常利益の意義っていうのもありますよね。営業利益にはそれ入りませんから。 であともう1点申し上げれば今のゼロ金利、まあ、量的緩和をしておりますので、えー、量的質的緩和をしておりますから大量に日本銀行がです、ね、お金を放出しているということで非常に金利が低いということでありますからもう金利なんてただ当然ということでありますけどもこれが、ね、もし金利が上昇局面になったならばということなんですけどそうしたら経常利益というのがやっぱりちょっとね重要になってきますよね。えーまあ、要は借り入れ体質 借り入れを中心に、ね、ビジネスをやってる企業なんかは経常利益が伸び悩んでいきますよね一方で、まあ、あの自分たちで株を発行して調達してっていうそういったビジネスの,あの,そういううその割合が大きい企業なんかはあの金利の支払いがそんなに膨大になりませんから経常利益があの金利上昇局面でもねちゃんとあの、えー、経常利益を出すことができるっていうことだと思いますんで。 金利上昇局面になったときに経常利益っていうのは今以上にね意義深いものになるのかなというふうに思いますねですから無借金経営のの企業というのがあるんですよ例えば任天堂なんかはですね無借金経営ということでありましてあんな企業なんかはですね、えー、あの金利上昇局面でもですね全然そのビクともしませんよね支払い利息がありませんから。 あですから、まあ、お金をいっぱい借りてです、ね、ビジネスをしているところは金利上昇局面になったら場合ちょっと困るかなとただ金利上昇局面には当分なりませんこれはまだまだ量的出席金融緩和続いておりますのでしたがってまだまだ大丈夫かなというふうに思いますけども仮にです、ね、日本銀行の総裁がです、ね、変わって、えー、そろそろ引き締めるぞというふうに言い出したらです、ね、あの金,金利の支払いが、ね、ああの増えるということになりますから経常利益が伸び悩む企業とです、ねえー、その仮 取り入れに依存していない企業だったら経,経常利益が今までと同じだけ出る企業ということでまたちょっと二極化してくる可能性があるのかなというふうに思いますね。 で、当期純利益ということでありまして、当期純利益っていうのは、経常利益、先ほど出した経常利益にですね、特別損失、あ、ごめんなさい、特別損益ですね、これを足してあげて、それから法人税等、そんなものなんかを引いてあげるということですね。まあ、最終的な利益ですね。当期純利益というのは最終的な利益と。 ことででえー、特別損,失損益ですね特別損益というのは、まあ、有給土地ですね、まあ、余ってる土地なんかを売却して儲かったあるいは売却して損するケースもありますよね。1億円の土地だだったんだけど1億円で買った土地だったんだけど8,000万円でしか売れなかった2,000億円損したというケースだってもちろんありますよね場合によってはねそういった場合は、えー、2,000億円の売却損ということで、ねえー、損失として 2000億円のマイナスとして特別損益計上されるわけですね。あるいは投資有価証券の売却益売却損ですね。あの、先ほど売買目的有価証券っていうのがありましたけど、売買目的有価証券っていうのはまさに売買が目的なんですよね。安く買ってね。高く売る。その売買目的が。 売買が目的でですね持ってる有価証券というのが売買目的有価証券ですねで投資有価証券というのはそれとは違ってですね、まああのえー、投資としてね持ってるともうその投資、えーまあ、つまり関連,会、えー、関連会社までいかないんですけど株式の持ち合いだとかねそういうこう何て言うかな もっとこのもう本当にこう、えー、値段が上がったらすぐ売るっていうそういった目的で持ってる有価証券じゃないそういった有価証券を投資有価証券っていうふうに言いますけどもその投資有価証券なんかをね売却したりとかあすることもあるんですけども、えー、その時の儲け損、えー、これが投資有価証券の売却売却損なんですけどこれっていうのは特別なことなんで特別損益に参入すると。 売買目的有価証券を売るっていうのは当たり前のことなんで財務活動の当たり前のこととしてカウントするんで先ほどの営業外収益営業外損営業外収益と営業外費用のところに入れるんですけども投資有価証券っていうのは結構長く持つぞっていうそういった意味合いのある有価証券なんでそれを売却するっていうのは特別なことなんで儲かった場合は特別利益損した場合は特別損失つまり特別損益のところで計上するってことなんですね。 あるいは減損損失ということで、まあ、例えば、えー、固定資産とかね、えー、いろんな資産を企業は持ってですね、うん、ビジネスをしているわけなんですけどその固定資産の収益性が下がった場合はですねあの将来ね、えー、損失を繰り延めないように課題となったその帳簿価格を減額するっていうね減損損失というのを計上してあげるんですけどもその減損損失例えば100億円の機械だったんですけども、えー、今収益性考えると価値は20億円しかないっていうんだったら 80億円ね、価値が課題で計上されてるわけですからその80億円分を課題となってるその、ね、額なんでそれを、ね、損失として計上しようというのが減損損失であって、えー、そんなのもこの,、ね、あの特別損失特別損益の中にぶち込まれるということですね。 まあ減損損失なんかもですねこれは特別なことですよね毎期毎期あったら株主ぶち切れますよね、えー、株式会社の所有者っていうのは基本的には株主っていうふうにねまあ解釈されますからあ株主がですね、えー、怒りますよね減損損失が毎回毎回出たらね毎期毎期出たらねだから減損損失っていうのは滅多にないことなんですよ特別なことなんですよですから、えー、営業損益のところに営業外出収益費用のところに入れるんじゃなくて、えー、特別損失のところに あるいはここにはちょっと入れときませんでしたけども先ほどもちょっと口頭で申し上げたかなというふうに思いますけどリストラなんかでかかったコストなんかもこの特別損益の中に入れるということになりますね。 この,ね、この最終的な利益なんですけども臨時で発生する利益で、ねえーまあ、この有給の土地の売却益みたいな臨時で発生する利益とか、ね、この減損損失みたいな臨時で発生するです、ね、損失なんかも出てくるこう最終的な利益なんですね。だだから本本業業のの利益とはこれれ違うわけけなんで本業でどれだけ強いのか っていうのを見る際には当期純利益ははっきり言って役に立たないわけなんですけどただ一方でね最終的な利益っていうのもやっぱり大切になるわけなんですよね。収益があって費用があって最終的にこれだけ利益が発生したっていうのが当期純利益なんですよ 最終的な利益っていうことでやっぱりそういった意味ではとても大切な利益ですよねで特に投資家の方であればこの当期純利益が基本的に株主へ払われる配当金のです、ね、原資に基本的にはなるわけですからこの当期純利益っていうのもやっぱりねとても大切かなというふうに思いますね。だから営業利益で どれだけ本業で強いのかっていうのを確認しそしてそのまあ持ち分布投資損益なんかも入ってるですね、経常利益でグループ全体の力を確認してですね、最終的にどれだけ利益が手元に残ってるんですかっていうね当期純利益を確認すればですねその企業がどんだけ収益性が収益力があるのかっていうのがまあ結構わかるということで。 まあその利益の意味を抑、ね、えておくとお PL を見る際にも役に立つでしょうし会社支給法なんかも、ね、もちろんこの、ね、数字に載ってますからねそういうのを見る際にも役に立つのかなと思いますね。だから数字の意味ってやっぱり、ね、知らないと、あのーまあ、失敗するのかなというふうに思いますよねで最後ですね。 えー、繰越利益剰余金という言葉がありましてね、えー、繰越利益剰余金っていうのは何かなっていうと過去の利益の蓄積なんですね、まあ、先ほど申し上げましたねその、まあ、売上総利益あるいは営業利益経常利益当期準利益この利益っていうのは一定期間でどれだけ稼いだのかってことなんですよ、まあ、例えば一定期間というのは1年間だとか3ヶ月だとかそれを一定期間というふうに言いますけど一定期間でどれだけ儲かりましたかこれが利益なんですねでここで言ってる繰越利益剰余金っていうのは今まで利益を出してその利益 利益のですね、蓄積どれだけしたのかっていうのが繰越利益剰余金なんですね。今までの利益の蓄積です。これが繰越利益剰余金で、これはねどこで表現されるんですかってこのこうなんです。BS 貸借対照表の純資産の1項目なんですね。 貸、えー、借対照表ですねバランスシートっていうふうに言いますのでよく BS っていうんですけども左側に資産が来て右側に負債が来てそしてその差額が純資産ということなんですけどこの純資産の1項目に繰り越し利益常用金があるんですよでこの繰り越し利益剰余金がどれだけ大きいのかっていうことで今まで利益をどれだけ蓄積したのかっていうことになるんでこの繰り越し利益剰余金が大きいところがですね、えー、順調にね今まで利益を蓄積してきてるってことになるわけですよ。 逆に言えばこの繰越利益上昇金がゼロだとか繰越利益上昇金がマイナスの企業なんかもありますけどもそれはもう結構今まで赤字を垂れ流してきてるっていうことですよねですから投資する際にあるいは就職活動をする際にやっぱり繰越利益上昇金がたんまりある方がですね今まで利益を蓄積することに成功してきてる証しになるわけですからまあ安心してですねその会社の株を買えるかもしれませんしその会社に就職できしてもいいのかもしれないということで繰越利益上昇金っていうのが一つの えーまあ、見るるべきその、ねえー、数字ににななのかなといいううふうに思いますねだからこの繰越利益上昇金が仮にですねマイナスになっているのであれば今まで赤字をいっぱい出してきたってことなんでこ気をつけなければいけないということになりますね。 まあ数字にはね、えー、意味があるということでまあ、利益利益っていうふうに簡単に言っちゃいますけど利益にもですねいろんな利益があるということでそれぞれ意味を持っているということでありましてまあ、特に私は強調させていただくとしたらやっぱり営業利益本業でどれだけ買ってるのかなとやっぱり本業で買ってるそれが特にやっぱり知りたいところですよねでその株式の売却益だとか土地の売却益だとかそのの営業利益に入ってませんから本当に本業でどれだけ自分は買ったんだっていうのがわかるんですよですからその営業 営業利益っていうのがやっぱりね、えー、私はやっぱりまず見るべきものだと思いますしあとやっぱり当期純利益ですね最終的にどれだけ利益が蓄積してるのかごめ、うんなさい最終的にどれだけ利益が獲得されたのかっていうこの当期純利益これもやっぱり大切かなというふうに思います、ね、もちろん臨時でね儲かった臨時で損したそんなのも入り込んじゃってますけどやっぱり最終的に蓋を開けたらこうでしたっていうねそういった利益もとても大切なんでやっぱり営業利益当期純利益そこが特に見るべきところなのかなと。で利益の概念 じゃあ,ありませんけど繰越利益上用金純資産の一部なんですけども、えー、そこに繰越利益上用金は今までの利益の,、ねえー、あの蓄積が表現されますんで、まあ、そこもしっかりと確認する必要があるのかなということでありまして、まあ、そんなところに注目してね、えー、まあ例えば今回の,、ね、あの3期連続最高益の見通しだったんだけど3期ぶりに純利益が減益になるっていう、ね、記事なんかの意味がこういう利益の概念なんかを、まあ、ある程度分かってるとね あのよりよく分かるのかなというふうに思いましてですね、まあ、本日、まあ、当期純利益を中心に、ねえーまあ、利,利益概念ですねお話しさせていただきました。それはでは、ねえー、私の方からはあしゃべりたいことは以上ということで、えー、終わらせていただきます。どうも皆さんお疲れ様でした